やっていきますか、皆さん。クリスマスプレゼントの転売配信を探すという、このクソみたいな。まずは、何をするかと。いきなりちょっと行くのはあれだから、日本の市はね、まだね、早いんじゃないか。まだ早いな。ブランド系で言ったら、ヴィトン？ヴィトンはさすがにさ、グッチ行ってみるか。グッチ。で、こちら、ただ調べるだけではなくて、どのように調整していくかと言われたら、まず、商品の状態、これ新品未使用にチェックを入れます。そうすることによって、プレゼントされたてほやほやのものが上に上がってきます。そして、ここのおすすめ順ではなくて、新しい順にします。こうすることによって、上に上がってきますね。はい。まあ、商品の説明っていうのがあるんですけど、この商品の説明のところに、新品未使用とか、いただき物ですっていうのが入ってたら、もうこれ確定演出ですね。はい。まあ、僕思うんですけど、この企画をやっていて、思うんですけど、新品未使用で、この、なんだろう、フリマサイトとかに出品してる人って、ほら、自分の欲しいものを買ってるはずなのに、新品未使用っていうことはほぼほぼないと思ってるんで、まず新品未使用って時点でもう確実にいただき物だなっていうのは、僕は思ってます。はい。確定でいただき物なんじゃないかなと、判定をしていきたいと思います、僕は。私友達がごまたしてて全員から同じブランドのバッグもらって、本命以外からの4個を売り飛ばしてたのを思い出しました。わら。その子はめちゃくちゃモテるんだろうね。ディオール、いきます。てかさ、これさ、女性に質問なんだけどさ、女性リスナーに質問なんですけど、まあ、よくさ、その、まあ、彼氏とかで、まあ、普段、彼女がどういうメイクしてるとか、どこの、ブラン、なんかの、コスメ使ってるとか、全部調べて、なんか欲しいなとか言ってるのをプレゼントするんならまた別だと思うんですけど、よくわかんない、なんか、ディオールとかなんかその辺の、だからって言ってプレゼントされた化粧品って結構使いにくくない？なんか自分の化粧、自分のさ、化粧とさ、合わなかったらさ、使わないくないですか？使いにくかったら友達に譲る。はいはいはい。アイシャドウ、リップは好みがあるから使わない。だってみんな、聞いとけ。男性諸君、男性諸君、気をつけような。一番、まあ、安牌なのは、まあ、一緒に買いに行ける関係であれば、一緒に買いに行って、欲しいものをちゃんとプレゼントした方が喜ばれます。男の人って、やっぱり、その、サプライズが好きだから、実はクリスマスプレゼント用意してたんだよね、へへ、みたいな感じで、クリスマスプレゼントをサプライズで用意してあげるみたいな人もいるかもしれないんですけど、ぶっちゃけそれがいらなかったら、マジで困る。まあ、もらえるだけでも嬉しいっていう女性はもちろんいます。もちろんもう好きな人からだったら何もらっても嬉しいわみたいな人もいます。でもそこまで 愛し愛されの関係であればまあ問題はないんですけど、必ずしもそうではないので、そこをちょっとねやっぱ考えて。8分前、今月もらいましたが使わないので出品いたします。写真を撮るために開封しましたが未使用です。ご理解いただける方はご購入をご検討ください。香水です。すごいですね。もう写真を撮るために開封したってことはもう、匂ってすらないってことですよ。香水。香水は、やっぱりダメなんですよ。やっぱり自分が、あ、これいい匂いだなって思ったとしても、相手の人が、もらう人が、あ、くせみたいな思ったらもう終わりなんですよ。というわけで、香水はこのように、転売。されてしまいます。皆さん、15,200円の香水ですね。ティファニーはこれいっぱいありますよ。これもね、毎年メルカリ、転売出品の中で結構上位に食い込んできますからね。ん？知人に依頼されての出品、婚約指輪、これはちょっと闇が深そうだな。購入時期2022年10月、この2ヶ月で一体何があったんだ。10月の時点ではだって婚約プロポーズをしようとして購入したものなんでしょう。的な刻印ありゃやばいだろ。これは、だってもう使えなくない？同じ名前じゃないと使えないですよ、これは。さすがに。刻印あるのは。刻印がなかったりしたら全然まだなんとかなりますけど、どんな刻印なんだろうね。いやなんかそれがまだおしゃれな刻印とかだったら、まだ大丈夫だよ。でも名前とか彫ってあった日にはもう
じゃない？2021年10月に30万円ほどで購入したものをプレゼントしてもらったのですが、デザインが気に入らず指も通していない新品未使用品です。今回撮影のために開封しました。私的な刻印はありません。これやばくない？ここの一文、 TOMO さん200円、ここの一文すごいわ。逆に質問なんだけど、男性がもらって嬉しいもの、逆にもらってもあんま嬉しくないものってある？え、もうだって、え、自分の彼女からってことでしょ。もう彼女が可愛い格好してイチャイチャしてくれたら俺もそれで満足だけどな。ミニスカサンタのコスプレしておかえりって言ってイチャイチャできたらそれで十分です。男性諸君どうですか？友達の女の子にもらって嬉しいもの、タバコ、カートン、お菓子、消耗品、お菓子、財布、お菓子、食べ物え、何？幼稚園児なん？お菓子はさ、いやもうなんかさ、違くない？なんかもうお菓子、いやまあ確かにさ、お菓子嬉しいよ。無難にお菓子ってさ、やっぱ美味しいし食べるしさ、嬉しいけどさ、やっぱあのなんかさ、お菓子欲しいみたいなさ、もうさ、お菓子多くない？さすがに。どういうお菓子かにもよるな、確かに。ポテチはもうさ、ポテチちゃうやん、もう。あ、でも確かに、なんかそのちょっと洒落てるお菓子とかだったら全然ありだわ。きついな。まあドンマイって感じではあるよ。クリスマスプレゼントではないけど、彼女への誕生日プレゼントで購入してしましたが別れてしまったため出品します。これはまあ普通に悲しい。もうこれはもう本当にドンマイって感じです。こちらいただいてからずっとしまっていました。試着程度で長時間つけたり外での使用はございませんのでピカピカです。試着程度ってことだから、多分もらった時にわーかわいいみたいな感じで、すごいかわいいみたいな感じで手につけて、まあ、お客さんだったりだとか、まあ誰だかわかんないですけど、いなくなった瞬間に多分外して、もうその中にずっとしまってたんだろうね。どうせくれるならパールとかがいい。パールってゲームのものだけだと思った。パールとかダイヤモンドとか、あれなんだね、ポケモンのあのタイトルのあれじゃないんだね。ルビー、サファイアとかね、実際にあるものなんだよね。ポケモンプレゼントしたら怒られるかな。ダイヤモンドとパール、どっちがいい？ダイヤモンド。じゃあ俺はパールね。ポケモンプレゼントします。ビトンナイ、これないくら？1、10、100、1000万、10万、100万、273万円の靴？こんなん外に履いていけねえよ。ビトンとナイキのコラボスニーカーです。妻とホワイトとゴールド2足ビトンメンバー購入いたしました。ホワイトは履こうと思うのでゴールドを出品いたします。主観ですがゴールドの方が足数が少なく希少性が高いように思います。ホワイトとゴールド2足購入、これだけで500何十万使ってるってこと？どんな人なんですか？そんな人でもメルカリ使うんですか？なんかあのお店に持ってって売った方がいいんじゃないんですか？おそらくですけど、あのメルカリ使ってる人って、あの273万円の靴とかって買う人いないんじゃないですか？このレベルの人たちじゃなくて、僕たちのような、あの何ですか、あの使ったけどみたいな、そのなんかキーボードだったりとか、なんか1000円とか5000円とかで売りますよみたいな感じのフリマサイトアプリだと思ってた。273万円車が買えるの？じゃあちょっと4度 C 行きますか。ここでメインディッシュの、あーもうハートだらけだ。もう1ページ目からハートのネックレスがいっぱい見える。やめて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 。今年も数多くの男性が間違ってしまいました。女性に送るネックレス、指輪、ハートのね、あの可愛らしいと思って送るかもしれませんが、過去の僕の配信で、女性リスナー、かつての女性リスナーはこう言いました。女性のそのハートに対しての、価値はですね、男性でいうところのドラゴンや竜の、ね、キーホルダーと同じだということ、名言を残していきました。いや、今年も数多くのハートのネックレスが、生まれてしまいました。本当に、ハートっていう、まあ、形だったりだとかが好きで、ハートを愛している女性であれば問題ないと思いますけど、まあ大多数の、女性は重いなと感じるみたいな。新品未使用箱付き2022年クリスマス限定品となります。
なんでそんなことするの？クリスマスの限定品なのに。こちら、プレゼントでもらいましたが、一度もつけることなくクローゼットにしまったままだったので出品します。こちら、またしてもハートのネックレスです。呪物を払いだい。払えるか。とんでもない呪物の量がありますけど、プレゼントでいただいたままなので、ご自身用または、もちろんプレゼント用としてもそのまま渡せるものになっております。320円。9月とか数年前とか言ってるのに、出品したのは2時間前とか10分前とか。今日ホテルの清掃したら備え付けのティッシュがめっちゃ減ってたぞ。なんでだろう。あれじゃない、鼻水がいっぱい出たのかもしれないね。風邪だったのかもしれない。神とお兄ちゃん、今年も童貞卒業できなかったんだね。来年に期待なのだ。ぶっ殺すの。